はい、こんにちは、サガンです。今日は、ちょっと離れた病院に主人のお見舞いに行ってきました。3週間くらい前ですかね、バイクの事故を起こしまして、足を骨折し、ずーっと入院中です。保険屋さんからは、骨折だけでそんなに入院するんですか？と、なんかちょっと怪しいみたいなニュアンスで言われましたけども、ずっと入院しています。で、おかげさまでだいぶ足の方は良くなってきているようですが、まだしっかり歩けませんので、リハビリをしてリハビリ入院ということです。ちょっと歩けるように、まあいろいろ杖とか補助器具とか使いながらですが、歩けるようになってちょっとほっとしているところです。リハビリしてます。交通事故でリハビリしてます。結構上がる、はい、足上げてます。一人でも上げられます。一人で上げてます。